見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。1年の衆議院選挙で激戦区の一つと言われていたのが、香川一区。紙でも派手に扱われていた、香川一区、高松市など、のバトルが激化している。自民前職、平井卓也前デジタル担当相、6、と、映画、なぜ君は総理大臣になれないのか、なぜ君、に登場する立憲民主党前職、小川淳也氏、50、の一騎打ちに、日本維新の会の新人、元参議院議員秘書の町川淳子氏、6、が参戦し、大混戦になっている、日刊10月6日。映画を見てないのに、酷評。平井氏は映画、なぜ君について次のように演説したという。ドキュメンタリーと言っているが、明らかに本人、小川氏、に脚光を浴びせ、私を貶めるために作っていることは間違いない、と語気を荒げ、有名になりたい、当選したいだけが目的だとしか思えない、とバッサリ切り捨てた、あの映画は、私を貶めるために作っている、と断言。同じ日の、放置、にも発言が載っていた。相手を好きになって私を嫌いになるらしいですね。新しい選挙運動で、通用したら全国会議員が映画を作ることになる。私は仕事で認められたい。注目は発言の冒頭部分。私は見てないですけど、見てないんかい。なぜ君は映画を見てないのに酷評できるのか。不思議だ。映画では、風変わりな人、に見えた小川淳也氏。おさらいすると、あの映画は大島新監督が妻から、高校で一緒だった小川くんが、家族の猛反対を押し切って出馬するらしい、と聞いたのがきっかけ。0年からカメラを回していた、地盤もお金も知名度もないのに選挙に出るという候補者。私はフジテレビの、ザ・ノンフィクションに出てくるような、風変わりな人を見る気分だった。017年の、希望の塔、騒動は映画のハイライトだ。小川の葛藤、矛盾、もがきがこれでもかと書かれていた。支持者からは罵倒されている。理想を追っていてもやっぱり政局に巻き込まれている。かなりカッコ悪い、統計不正問題、019年を国会で追及してブレイクした姿はラストの方でわずかだけ。この、風変わりな人を書いたドキュメンタリーはヒットした。風変わりなのはむしろ永田町の方なのでは、という視点も生まれたと思う。そして今週、大島監督は続編の、香川一区を制作中であると発表。今回の選挙がテーマになるのだ。盛り上がってまいりました。一体何が現地で起きているのか。